皆さんからリクエストを寄せられたアンケートについて、10代から60代までの1万人に調査した結果をまとめました。今回実施したアンケートは、お笑いのセンスが全然ないと感じる芸人は誰ですか?という内容です。では、早速見ていきましょう。40位は、ナダルコロコロチキチキペッパーズ。みんなの意見はこちら。単純につまらなく、キングオブコント優勝したのが信じられない。酒のつまみになる話の出演会で空回りして滑っていた。子供に受ける芸風かと思いきや、子供からは理解されない。39位は、久本雅美。みんなの意見はこちら。そろそろ下ネタをやめてもらいたい。周りの後輩芸人が、とても気を使っているように感じる。逆に言うと使わせているように見える。イケメンが好き。というキャラもいい加減やめてほしい。38位は、上田晋也クリームシチュー。みんなの意見はこちら。追い詰められている時や、いじられている時は面白いが、あまりネタやトークや、MC で笑ったことがない。突っ込んでいるつもりの発言が、ただの荒れ足取りになっている時がある。アップデートができていないんじゃないかと感じる時が、多々ある。37位は、石橋貴明トンネルズ。みんなの意見はこちら。時代の風雲児です。バブルの頃は、勢いに乗った芸風が、時代にマッチして売れていたのではないでしょうか。あまりお笑いの基礎を学ばれていないと感じさせる雑なやりとりが、今は寂しささえ感じさせます。それなりに、真面目に取り組むには、年を取りすぎていますね。36位は千原せいじ。みんなの意見はこちら。相方のジュニアの方が、トークがうまく、コメントも当たり障りのないコメントを選んでいるように見えるため、余計に千原せいじのトークの下手さが目立ってしまう。最近の文化人気取りも面白いと思えない。35位は、太田光爆笑問題。みんなの意見はこちら。バラエティ番組の MC や司会者としての地位が定着してしまったからか。スタジオ内やロケ地などで、突然ダジャレを言ったり、年下の芸人に突っ込んだりする時も、周りの人たちに、その面白さが伝わらず、太田光さん自身が、自問自答して笑っているケースが多いような気がします。34位は、第五千鳥。みんなの意見はこちら。志村健に気に入られていたという後ろ盾があったかもしれないが、大悟のお笑いセンスは、せいぜいちょっと面白い高校生レベルで、本当にお笑いに向き合ってはいないと感じる。33位は、大津広次狐。みんなの意見はこちら。主に、ラブイットにしか出演してるところしか見たことがないけれど、すかした態度で、お笑い芸人として、前へ前へと出ようとしない。ガヤにすらにもならない。単独できるくらい人気はあるらしいが、顔ファンだけだと思う。32位は、東袋さらば青春の光。みんなの意見はこちら。相方である森田が頑張っているけど、彼の方には、センスがないと思う。人一倍森田が頑張っているおかげだと思う。31位は、明石家さんま。みんなの意見はこちら。センスというものはないと思います。ただ、人を巻き込んで、空気を面白いものに変える技術は、世界一でしょう。ただ、松本人志のように、笑いのセンスというものはないと思います。30位はザジー。みんなの意見はこちら。フリップ芸は、やり尽くされています。オリジナル性がないです。また、彼はかなりの負けず嫌いだと思います。それはいいことなのですが、やはり周りに対するリスペクト感がないので、ひな壇などでのチームプレーには向かない感じがします。本人も言っていますが、センスがないゆえに、奇抜な見た目で、目を引くしかないような芸風です。実際のコメントも光るものがなく、見た目をいじられることで、なんとかその場をやり過ごしている場面が目立ちます。29位は、シュウペイペコパ。みんなの意見はこちら。この方が出演している。様々なバラエティ番組をたくさん見ているが、全く面白いことを言っている場面がなかった。本人は、ジョークを言っているつもりなのだろうが、すべてつまらなくて、いつかはテレビ界から消えるだろうと思っている。一度も面白いと感じたことがなく、特に大人には何も引っかからないと思います。笑いで必要なツッコミをあまりしないスタイルなのか、キレがないので、全体的にどんよりしてしまい、飽きてしまいます。28位は、バイク川崎バイク。みんなの意見はこちら。見た目はすぐ覚えられるが、ネタの印象や内容が、ほとんど頭に残らずインパクトが薄い。バラエティに出ていても、この人が、特別面白いことを言っている記憶がない。面白い、センスがあるといったイメージはない。個人的には、かなり面白くないというか、一生懸命すぎて、逆に痛い感じです。それでも、好きな人は好きなのかな、ぐらいに思ってみています。こういう芸人さんもいてもいいのかなとは考えてみてます。
27位は岡村隆史99。みんなの意見はこちら。昔から笑ったことがない。そもそも面白いことしないし、面白いこと言わないでしょ。この人は芸人ってジャンルなのって思う。テレビに出てきたらチャンネル変えます。選択肢に矢部がいないのが不思議。自頭があまり良くないのか、気の利いたフレーズが出てこない。なんか面白そうな雰囲気はあるが、面白いことを言っているわけではない。26位は丸山礼。みんなの意見はこちら。本当に売れようとしているのか疑問。一度か二度地上波見たことあるけど、ネタがしつこくて、テレビ見てるお茶の間の皆さんには響かないどころか嫌悪感を感じるだろうなと思いました。雰囲気だけで笑いを取ろうとしている。言うことやること大して面白くない。コンビとかなら変な二人組で少し良さが出ると思うが、彼女はピンだと全くパッとしない。25位は松本人志ダウンタウン。みんなの意見はこちら。ただ人をバカにするだけで不愉快な気持ちになる。なぜこれほど人気があるのかわからない。昔はすごい人だったのだろうが、もう時代についていけてない。後進に道を譲ってほしい。人を笑わせる資質は一切なくて、ただ大御所のようなポジションになっているだけで、中身は空っぽの痛いおじさんだなと感じます。見た目も変だし、恥ずかしい人間であり見るにこらえません。24位は千原ジュニア。みんなの意見はこちら。松本人志に可愛がられてるだけ、声も悪いし聞きづらい。正直笑ったことがない。最近では他の芸人をいじってるだけ。自分ではまるで笑いを取ってない。滑らない話も面白くない。芸人というかお笑いを捨ててカッコつけてる元芸人というイメージ。テレビに出演しているが正直面白くはない。ネタのセンスもあると思ったことは個人的にはない。23位は尾形貴弘パンサー。みんなの意見はこちら。声がでかくてうるさいだけ。まるでセンスを感じない。芸人なの？メンバーの足をかなり引っ張ってると思う。他の芸人さんたちが優しいから使ってもらってるのでしょうね。トリオのネタは面白いが、尾形自身の平場は声がでかいだけでつまらない。根性で愛されているタイプで、単独で場を持たせられる強みはない。お笑いセンスがあるとは思わない。22位は RG レーザーラモン。みんなの意見はこちら。ネタもトークもつまらないです。いつの頃からか、良い人のようなイメージをゴリ押しされて、共演者が笑ってあげているような状態が続いています。本当に良い人なのかもしれませんが、お笑いという意味では、センスを全く感じません。下品な印象が強い。動きや衣装でごまかしている感じがして、トークなどは面白いと思えない。もっとトーク力やバラエティ力を身につけていかないと、生き残ることはできないと思う。今までに一度も面白いと思ったことがないから、目立ちたいだけで、笑わせるのはいいけど、笑われるのは嫌な、そういうプライドがありそうで嫌い。21位はあばれる君。みんなの意見はこちら。バラエティ番組の中で、コメントがとても弱い。体当たりな芸風に見えて、実は大胆な行動をとっている一般人にしか見えない。一度も彼を見て笑ったことがないので、面白いと感じない。肉体のパワーを使うようなバラエティ番組で、よく見かけるが、面白いと思ったことは、一度もなく、ただわわー勢いよく話しているだけで、編集で面白く見せているだけのような感じがする。ただ大きい声を出したり、大きいリアクションしたりしているだけ、面白いことが言えるわけでもないし、面白いネタがあるわけでもない気がする。面白いと思ったことがない。20位はお見送り芸人しんいち。みんなの意見はこちら。承認欲求の塊で、芸人として見たことはない。常に自分に注目されないことに怒ってるだけで、そこをいじる先輩も、後輩も関係なく、普通に怒るだけ。トロフィーを持って歩くことだけが、自我だったんじゃ。実際優勝ネタがどんなだったか覚えてない。女たらしなところやクズな感じが売りになっていますが、お笑いのセンスという点では低いと感じます。この人のネタならではの面白さという部分があまり私には刺さらないです。歌うスタイルのあるあるネタで R1 グランプリ優勝しましたが、バラエティでのフリートークは全然面白くなく、何か話題を振られた時の返しもできないので笑いのセンスはないと感じました。19位は遥かぼる塾。みんなの意見はこちら。仲良し4人組の中でも一番何もしていなく、そこら辺にいる一般女性と同じで感じがする。お笑いに対して何も意欲がない印象を受けるので、なぜテレビに出ているんだろうと疑問に思います。
普通の女の子という感じで、この人の発言や行動で笑ったことがない。冗談を言っても滑っているところしか見たことがない。滑り芸というわけでもなく、ただ面白くない。ぼる塾のあんりさんと田辺さんの二人がほとんど話をして笑いをとっており、はるかさんは特段面白いことを言わず、ただその場にいつもいるだけの存在な感じ。あんりさんと田辺さんだけでも十分ぼる塾は成り立つと思う。18位は香港。みんなの意見はこちら。自分がいじられることで面白さを出そうとしていると思うのですが、本人が面白いのではなく、いじる側が面白さを引き立てているだけだと思います。最近は後輩に対して高圧的な態度を取ったりと、面白さを捨てたのだと思います。昔にダウンタウングループに所属していたというだけで今の地位があると思う。現在はお笑いではなくコメンテーターとして仕事していると思うし、その中においても薬とも笑う要素がない。昔は顔が面白いということである程度笑いを取れていたが、現在はそれもとっくに通用せず、話をしてもただ愚痴や嫌味や悪口を言っているだけのような話の内容なのでつまらない。17位は横澤夏子。みんなの意見はこちら。いつもスタイルが同じパターンなので面白さを感じることがなくなりました。ネタも裏を返せば人をバカにしたような言動も多いですし、笑いのセンスもそうですが、人間としてもセンスがないと思います。ネタのキャラがうざくて生理的に無理です。そういうネタなのは理解していますが、見ていて不快になります。本人の実際の性格がどうかはわかりませんが、ネタ以外の部分でも性格の悪さが伺える発言があるため好きではないです。音楽の先生ネタで一躍有名になったが、それ以外で笑えるネタがない。婚活から始まって子育てに奮闘しているところはとてもほのぼのしているし、明るいキャラで一生懸命なので、あまり自分を切り売りしないでと心配になってしまう。16位は屋敷裕政。ニューヨーク。みんなの意見はこちら。あまり面白いツッコミをしている印象がなく、普通の青年に見える。ネタでもトークでもこの方を見てあまり笑ったことがない。自分にセンスがあると思ってそうで、話し方や雰囲気に面白みがない。とてもいい人だと思っています。だけどお笑いのセンスとなると疑問符です。漫才やコント、落語など芸の基礎を学ぶ機会がなかったのでしょう。独自で身につけた相手のいじり方やツッコミ等はそれなりに評価しますが、センスとなるとそれは感じません。一発屋のイメージが強い。一時の人気にあぐらをかいて天狗になってしまったのが致命的だった気がする。ネタが流行っただけでトーク力などは身についてなかったから消えつつあるんだと思う。15位は出川哲朗。みんなの意見はこちら。長く芸人やってるので知名度だけの勢いでテレビ業界の人らが選んでいるとしか思えない。滑舌が悪く声質が悪いのは仕方ないが、加齢のせいもあって声がとにかく聞き取りにくい。やはりセンスは全く感じられない。すごく真面目なのか、出されたお題などに対してもボケるどころかいつも真っ当な回答しかしていない。悪いけど周りの芸人のおかげで笑える場面があるだけなので、本人に笑いのセンスは一切ない。14位は粗品霜降り明星。みんなの意見はこちら。攻撃性ばかり目立ってしまい、お笑い芸人というよりは変な YouTuber といった印象があります。一部の信者にもてはやされているだけの印象で、中身はない人だなと思っています。人の文句を言っているだけなので、そこで聞いている人は遮断してしまう。たまにうまいことを言った感じの言葉を発することがあるが、先輩方の口調を真似ているだけでオリジナル性がない。粗品得意の突っ込み方も東京ホテイソンのパクリだと思います。流行りに乗っているだけ、マニアックな話をしているだけでつまらない。毒舌キャラなのかもしれないが、他人に対して失礼だと思う。もう少し周りの人のことを考えてほしい。13位は村上 A マッソ。みんなの意見はこちら。面白い雰囲気だけ出していますが、実際に言っていることは鋭くもなく、大喜利もめちゃくちゃ寒いです。態度だけは大きいので、後輩芸人をはじめとした周りが気を使っている様子が見ていられません。基本的にネタは面白くないです。なのに売れてるオーラを出すのでとても不愉快。テレビの回っていないところではものすごく性格が悪いと思う。テレビでも十分その様子は伺えるが、ネタ書いてるのが加納 A マッソなのは仕方ないとして、喋りがが絶妙に好きじゃない。芸人的なテレビタレントとして位置が微妙と感じる。容姿も絶妙悪いわけでもないので埋没していくと思う。12位は堀内健ネプチューン。みんなの意見はこちら。何これ珍百景などの番組で長年 MC を務めているせいもあり、
笑いを取ろうとしたり、他の芸人に突っ込んだりしたりする時も、芸人というよりは、むしろ一般の素人さんがするような、真顔で演じることが結構多く、周囲の人たちや視聴者たちなどから、笑いを取れることは少ないような気がします。この人で笑う人いるの？って思いますね。実際、笑ったことがない。喋り方もイラつく。なんで人気があるのかわからない。大したことも言わない。トリオの時は、まだ応援していたが、それぞれピンで活動をしていくことが多い中で、自分趣味の仕事ばかりで、お笑いの仕事をしていないような感じがする。面白くはなくなった。11位はクロちゃん。みんなの意見はこちら。見た目のインパクトと、こわもてな外見とギャップのある声は面白いと感じますが、お笑いのセンスという点では、低いと思います。ドッキリにかけられたり、人柄のオリジナリティはいいと思います。声が特徴的ですが、全体的につまらないです。メディアで彼の異性に対する気持ち悪い部分が露出してしまって、そのイメージが先行してしまいます。団長がいないと光らない印象です。声と見た目のギャップにしか目がいかないので、ネタやトークが入ってこない。結果的に面白いという印象がない。最近だと、彼女ができて浮かれてる、売名に利用されてるというイメージしかない。ただただ気持ちが悪く、見ていて吐き気を催します。このコンプライアンスの時代に、あんな人物が平気でテレビに出ていることが、全く納得がいきませんし、不愉快極まりありません。10位は、河本太、ウエストランド。みんなの意見はこちら。M1 は優勝したけれども、単純に井口が書いたネタを演じているだけで、個人として何かセンスがあるというようには感じない。そんな中で不祥事を起こしており、それもセンスのない要因だと思う。なぜ M1 で優勝できたのかわからない。テレビの番組でコメントすら発言してるところを見たことがない。相方のキャラだけでテレビにて出ていると感じる。今後はしっかりと笑いを取ってほしい。漫才もスタイルが決まっていて、井口さんのボケに対してまともに突っ込むことをしない芸風なので、センスを感じることができません。トーク番組でも、ただ座っているだけで、ほとんど話すことがないので、つまらなく感じてしまいます。ただただ何もしていないという印象です。何もしないことをいじってもらうことで、仕事をしている感を出していますが、自分から笑いを起こしたところを、一度も見たことがありません。タクシー運転手のトラブルの報道もあり、人間性からも笑えなくなりました。9位は、大久保佳代子オアシズ。みんなの意見はこちら。とにかくうるさい。大人なのだから、落ち着いてほしい。男性に対するアプローチが見ていられないほど、不愉快。体を張っているのはわかるが、他の路線に変えてほしい。そこら辺にいる素人ぐらいの発言しかしておらず、いてもいなくても、番組の笑いに何の影響もしていない。ただただ邪魔でしかない。芸人とは思えない。今はあちこち仕事があって、先輩にまでちょっとバカにした発言をしているのが嫌だ。長くお笑い界を見てきてるけど、彼女はセンスもないので、もう限界だと思う。人柄は好きですが、芸人のネタとして笑ったことがないためです。コントに出ているのもたまに見ますが、つまらない下ネタ発言しかしないため、センスという点では低いと思います。8位は、田村淳。みんなの意見はこちら。人を笑わせる才能という点では、全くない人物だと感じています。ただ、自分のことが好きなだけで、他人を楽しませたり、笑わせたりといった配慮は、一切できないだろうなと思います。コメンテーターが多いですし、特に自分から面白いことを言っている印象はないです。人がボケたことに対して、その現状を言っているだけで、ツッコミにもなってないことが多い。人をバカにしたり、貶めたり、いじったりすること以外で、人を笑わせようとしたところを見たことがないから、話術も特に面白いわけではなく、話の内容があまりないのに、それらしく飾りつけて、自分の持っていきたい方向に誘導しようとする話し方に感じて、あまり面白いと感じない。最近は司会者コメンテーターとしての地位が定着してしまったため、失敗を恐れるような発言に終始しているような気がします。そのため、冗談を交えたり、田村さん自身の過去の失敗エピソードを交えたりすることも、非常に少なく、それが周囲の人たちや視聴者たちなどから笑いが取れない原因にもなっていると思います。7位は、嶋佐和也ニューヨーク。みんなの意見はこちら。もともと悪口系の芸風ではあるが、ウエストランドの M1 グランプリ優勝直後に似たような YouTuber を腐す漫才をやっていて、独自のお笑いを追求するという、プロ意識に欠けると感じた、滅多に見ない漫才のネタも、コントもちっとも面白いと思ったことがありません。周りにいる後輩芸人をよくいじっていますが、
後輩芸人が気を使って一生懸命ボケているのが面白いだけで、本人に笑いのセンスはないと思います。調子に乗ってしまった印象があり、イメージが悪い。ネタもあまり面白くなく、当時物珍しくて騒がれていただけな気がする。笑いのセンスや実力はないと思う。ネタもワンパターンで一度見ると飽きてしまいます。いつも本人は面白いと思ってボケているつもりが、スタジオの空気が凍りついているのをよく見ます。本人に自覚がないのが救いようがないです。6位は、南原清隆、うっちゃんなんちゃん。みんなの意見はこちら。テレビで見ていて、この人にセンスを感じたことはない。コンビのネタも、仲があまり良くないのかなと、個人的に感じてしまうので、見ていて素直に笑えない。なんとなく古い感じがしてしまう。昔からなんちゃんは面白くないなぁと思っていました。正直うっちゃんがセンスがありすぎて、かわいそうではあるのですが、テレビでのコメントなども、なんというか、的外れというか、面白くないなという印象です。とても真面目にお笑いに取り組んでいる方だと思います。見ていてそう思いますが、もう少し芸に柔軟さがあると、センスの良いお笑いになると思います。キャラクターが固まってしまっていると感じるので、イメチェンキャラチェーンをする時期かと思います。センスなさそうなので、自分に合ったお笑いを、一かぶら、盗むくらいのガッツを見せてほしいです。人としては嫌いじゃないけど、面白いことを言おうとして滑るたびに、そういうのはやめておけばいいのにと思ってしまう。5位は、品川博士、品川庄司。みんなの意見はこちら。昔は、コンビでやってたネタが面白いのもあったけど、一人で文化人や映画監督気取りになってから、何も面白くない。一年でまともに話が聞けるのは、年数のアメトークの家電芸人だけ。あれは芸人である必要はない。ちょうどいいラインの笑える悪口を分かっていない。ただの悪口にしかなっていない。最初は性格悪いのを芸としてテレビに出演し、見応えがあったが、だんだん面白くなくなってきた。コメントやバラエティでの回し的な発言で面白いと思ったことがない。品がない。売り出している頃からずっと見ていますが、残念ながらセンスあまりないですね。特にツッコミのタイミングや言葉選びが稚拙すぎます。自分性狩りと言ったらいいでしょうか。周囲も合わせるのに大分気を使っていると思います。4位は、浜口まさるよい子。みんなの意見はこちら。平成で一世を風靡した芸人さんですが、正直ブレイク当初から何が面白いのかわからなかったです。テレビに映れば見ますが、多分笑ったことないです。コメントは面白くないし、ダイヤはできないし、あれで芸人できるのかと思ったものです。先日若い頃のコントを見たが、見ているこっちが恥ずかしくなるくらいつまらならなかった。もともと面白い側の芸人さんではないと思っていたが、そのコントを見て以来、この人を見て笑える気がしない。昔はシュール系のコントをやっていてセンスがあるのかなとも思っていたが、あまりにも最近の彼がつまらなすぎて、あの時のコントは放送作家が代筆していたのかなとさえ思うようにうなりました。テレビ番組で後輩に混じってコントをやっているのをたまに見るが、後輩たちよりつまらない。もう老害の一人になってしまったのかもしれない。嫌いではなかっただけに残念。3位は、ハリウッドザコシショウ。みんなの意見はこちら。ただうるさいだけで何も面白くないです。下ネタも耳障りなのでやめてほしい。どうしてこんなにテレビの需要があるのかわからない。子供が真似するので本当にやめてほしい。テレビから消えてほしいです。見た目は面白いが、ネタやトークで面白いと思ったことは一度もない。絵面的に見ていて不愉快になる。番組で見かけたらすぐにチャンネルを変えます。うるさいだけで面白くないという点が挙げられます。ゲイが達者な方だとは思います。アンチも多く、いい話を聞かないの、その先入観もあるかもしれませんが、ネタが古くて今時ではないかと思います。なぜか R1 グランプリで注目されていたが、めちゃくちゃに誇張するギャグのどの辺が面白いのか疑問に思ってしまう。どうしても小学生レベルのことを大人がやって笑われているように見える。勢いで笑わせているだけなので、あれで笑う人もどうかと思う。緻密な笑いとは一番遠い芸人。2位はもう中学生。みんなの意見はこちら。彼の何が面白いのか全くわかりません。彼自身が面白いというよりも、彼の逆が滑った際に周りが面白く返してくれるので、面白いと評されている場面が多く感じるからです。段ボール工作はすごいと思うが、
世界観があまりにも独特でついていけない。最近は特に先鋭化しすぎていて理解が難しいと思う。もっと人に分かりやすいネタにしてほしい。ものすごく頑張ってるし、なんとかしようと考えてるのもわかるけど、なんとしてでも形にしようとしてるけど、ただひたすらネタしても無理があるから、小学生の出し物みたいになってる。そしてうまくいかないのを票で泣くのはご法度。お笑い芸人でありながら笑いを取れなかったらどうしようかという不安そうな表情をしているため、スタジオ内でもロケ地でもアナウンサー口調のような話し方になってしまっています。常に失敗を恐れているため、それが笑いが取れない原因になっていると思います。ネタも段ボールの自作セットもゴールデン番組の短い時間では伝わりづらく、どちらも極めることなく中途半端な印象が強い。そしてそのどちらもうまいのか下手なのか微妙なラインで、見ている方もどっと疲れる感じがする。1位は長野。みんなの意見はこちら。ちゃんと芸をやっていた頃から面白いと思ったことはないです。最近ではキレ芸というか批判系芸人みたいになってますが、見ていてあまり気持ちの良いものではないですね。テレビ用かもしれませんが、あまり性格は良くなさそうに感じます。いつ見ても同じテイストのギャグしかしていない気がするため、一辺倒で飽きてくる。見た目も同じで同じことしかしない。コメントやリアクションが特別面白くないと感じる。よく脱力タイムズに出てくるが、再ブレイクを狙っているのか、キレキャラなのか、説教なのか、なんなのか、キャラ設定がまとまっていない感じがする。言ってることに全く説得力がないので笑いにもならない。ネタで一発屋見たくなっていましたが、面白いと感じなかったからです。インパクトはあると思いますが、そのネタに続く新しいものもないため選びました。とりあえず大きな声を出しておけばいいと思っていそうな印象です。またネタが下品でしらけてしまいます。小学生の男子には受けるかもしれませんが、大人には面白くないと思います。以上のような結果となりました。幅広い年代から意見を集めた分、意外な意見も多く寄せられていたように思います。次回の集計結果に反映しようと思いますので、皆さんのご意見もコメントでお待ちしています。賛否どちらの意見でも大歓迎です。ぜひコメント欄もご覧ください。こういうアンケートもしてほしいという希望があればぜひお寄せください。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。